行かれてんのか。本当にそう。アジェンダ。何どうしたんすか今日。意識高いから。流行ってない？アジェンダの使い方ちょっとよくわかんないんだけど。アジェンダって何？いや意識高い系の会社の人が言うのよ。うん、アジェンダ？な最近言われたのアジェンダって。言わんやろ別に。いや言うからお前世の中を知れ。会議で論ずる事項の表。でしょ？でしょじゃねえ。アジェンダ？だからもうそうよだから。何お前何も知らねえな問題出していいか。いいよ。アジェンダだねそれ。アジェンダだね。アジェンダってどういう意味？会議で論ずるやつ。討論ってこと？もうええやんだから。アジェンダ。お前今の総理大臣誰か知ってんの？アジェンダね。そう。アジェンダレーガン。違う世界線来た。アジェンダみたいな車なかったっけ？あー、ザマゼンタね。ポケモンな。いや、デジモンな。いや、ポケモンだろ。ポケットモンスター略してデジモンな。もう別物だろ、それ。これ何全員引き連れて崖の下に落ちれば。アベンタドールね。何アベンタドールってアベンチャーってーんてーみたいなの。なあそれ。あのランボルギーの一種、うん、アベンタドール。車好きなのイブちゃん。全く。なんだよ車もお前のこと好きって言ってたぞ。出れるな。まあでも悪い気はせん。好きになろうかな。カーズに聞いた。ファインティングにも。ファインディングね。ファインディングだっけ。あの魚同士がバトルするやつね。ファイティングね。ファイティングにもか。ファイティングにもだな。ディズニーピクサーのファイン、ん？どっちだ？どっち？じゃあ魚が踊るやつは。それはリトルててん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 。あ、リトルマルメルド？いや違う、あのダンシングにもね。あー、ダンシングにもか。じゃあ踊る侍の歌は？ソラマディとマーメイドね。ダンシング侍ね。リルマーメイド。ああ、楽っぽいの？おお、ちゃんと知ってた。ああ、それな。知らないやつの乗り方。知らないやついるわ。知らないし知らないことを隠そうとしない乗り方。アベントドールね。アベントドールってなんだ？アベントドールね。アベントドールって何イブちゃん？ランボルギーニですよね。ああ、ランボルギーニの足ね。ああ。はい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 。これ何？蘇生されるよ多分ね。俺死んでも。これは夢。なるほど。お主今夢を見ておるな。なるほど。フェニキ何個持つ派？フェニックスキットはゼロっすね。ああ。フェニキ持つと勝率下がるらしいこのゲーム。フェニキマジで良くないらしい。マジで冗談とかじゃなくて勝率下がるらしいフェニキは。フェニックスキットってさ、うん、勝率下がるらしいぞ。その話さっきしたよ。うん、その話もしたわ。だから俺今親と喋ってんだから家族の会話に口出すね。あ、ごめんごめんごめん。真剣な話してんだからさ。ごめんごめん。電話してたの。ごめんごめんごめん。ごめん親やか。僕らに言ってるだと思う。親と喋ってからさ。フェニックスキットの必要性について。はいはいはい。まあ、ね、進路決める上で大事だもんな。そしたらお前の方がいらねえよって言われたわ。お前ち結構ごめんなんか。家庭環境ね。軽い気持ちで突っ込んでごめん。友達だよ僕ら。真剣に喋ってっかさ。結構あれ受け入れ体制整ってるってことは幼少期から同じような扱いを何度も受けてきたんだろうなこいつ。フェニキは捨てるか。それが当然のような感じだもんな口ぶり。ドレミファソラシ。